ワールドカップのね、対戦をやります。相手はドミニカ共和国の、相手の名前忘れちゃったけど、ドミニカ共和国の方ですね。今回配信の遅延を1分ぐらい入れてるので、とりあえず準備できたよって相手に返します。ツイートをツイートする。とりあえず戻っとくか。元テさん読み方わかんない。元テさん配信するのも結構久々っすね。最近はちょっとポケモンユナイトばっかやってたんで、剣盾のね配信、ランクマの配信はちょっとあんまりやってなかったんですけど、まあ、ちょっと今日のために、いや本当今月入ってからのルールやり始めたんですけど、そんなまたちょっと考察深まってるかというとそうでもないから、若干あんな部分もありつつも、まあとりあえず頑張ります。ルール大丈夫だね。はい、ではグラドン、これ結構構築有利な気がするな。トリル決めたらバドレックス止まらんくない？あ、音聞こえてますか？よかったよかった。ちょっとマイクの位置もちょっとずらしたり。ほい。攻めはとりあえずこれでいきましょう。うん、まあ基本選手で通りそうなんで、野球なんか優勝してるね。実はまあテレビ音量ゼロにしながらつけてたんだけど、なんかいつの間にか優勝してるわ。テレビ消して集中します。野球終わったということで、ちょっとみんな見に来てほしいですね。威嚇の発動順が、威嚇こっちの方が早いね。
行くんだ。猫嫌った感じかな。グラードン、まあ、グラードンに捨てずり入るのはそれは別にいいね。アドじゃない。ぼっちで次のターンにガエン出し、ここでガエン出して、まあ、バドレックスに猫打ってる状態にしておきたいみたいな、そんな感じですかね。グラードンって何持ってんだろうな。グラードンはねまだ触ってなくて、どういう持ち物が無難の、無難っていうかメジャーなんだろう今のルールは。ジャックとかあんのかな。弾当たったグラードンはなんか弾とか持ってたりしてたな。とりあえずバドから行って、まあ考えましょう。まあこれ猫、普通に考えたら猫がアドレックスに行ってくるんだよね。ウルトラ打ちに来てる、これウルトラ、まあイカピ入れたから耐えるんだけど、捨てゼリフか。よし、このそっち、まあ守る、ウリザボス守る可能性あったから、とりあえずそっちに打ったみたいな感じかな。裏はね、結構ガエン以外はブリザートランス結構一貫してるんよね、相手。レジェルキ。クラマイナス2か。マイナス2だったらなんか、どうでもいいな、こいつ。エレキを、リフェンするか。うん、ガエンに対してやっぱ後投げしたいから、ガエンをここでガエンをねなんか前に残しておくのが嫌なんよね。感じにダメージレースはアドを取ってるんじゃないでしょうか。残り2ターン。
マイナス1。HP だったら耐えられちゃうかな。バドネットになってるか。なんだ、グラエレキが炎バナかな。あんまりなんか全部去ってないよな。バレルかバナ、ロンギがいなそうだけど。寒いんじゃないかな。どう、いやーなんか思ったよりダメージ入んないな。微妙。あ、よかったよかった。グラードンって多分ヒートスタンプとかあるんよね、今のグラードン。どうすっかな。エレキがやっぱだるいな。どっちの方が耐えるか。いや、ヒートスタンプだったらダメージ入んないのか、バトリックスに。多分こいつ重いよな。エレキに猫でいいか。結構火力あったしな。かな。足りるかな。もはやウィザードランスを打っちゃうみたいなのもなくはないが、足りるでいいか。なだれ。本当に よし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 、おー怖え、
これ弱発動したから相当相当勝ったんじゃないこれ。よし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 怖っ。いやまあトリパの宿命だよな岩なだれひるみで負けやすいのは一応トリルの宿命だからあれなんだけど、いやーよかったきっちり動いてくれたわなだれ。まあヒートサップあるかどうか分かんないな。弾ではなかったね。弾ではないからラムお盆だ、ハッチ巻きではないのも分かって、さっきがガガエン民域から入った相手が、相手なんだったっけかなエレキガエンか、エレキガエンだったね。エレキはちょっと重いから仕方ないさ、あるな。まあまあ一緒でいいかな。変えるほどのポケモンがあんまり、まあ、エレキに対してエレキがマシみたいなとこあるけど、グラドン構築だからな、全然エレキ取ってないし。でも一緒っすかね。リヒレが若干役割薄いかなと思ったけど、まあバレルいるからまあリヒレは必要だな。さっきバレル出されてなかったから若干リヒレは秘宝寄りだったけど、全然このマッチは必要っすね。リヒレお願いします。まあ変わらず、外にこっちの方が早いんよね。さっきやったのは捨てゼリフ外に打って、ステージファインに行って、あれか、こっち出し、あの、バド出して相手はグラ引きやったんだっけか。猫撃たれそうだけど、まあまあ猫撃たれてもそうだよね。読んで引き続きでもまあ良かったっちゃ良かったけど、まあでも引きだったら10万食らっちゃうからこれでいいか。まあ上からじゃない、下からステージに振ってるから悪くはない。どうしようかな、エレキに打って火力下げたいところではあるけど、ここは守るがあるから別に通るかどうか確実じゃないんだよね。なんかいいやつか、であればバトエックスアド出しが安定するから、タスキーなんかね、タスキ持ちそうなやつあんまり他にいないから、タスキの可能性が高そう。バナーウィザードランスの餌来たぞ。
まあ、ブリザードマンス通るんだけど、エレキ、こっちだな、相手的なエレキを大事にしたいんじゃないかな。プランだけ作って、うん、でいいか。そこ、外援交換を読んで馬力を打つかどうかをちょっと考えてたんだけど。どうなんだろうな。バナ眠りもなしか、やること思いつかないけど。バナ眠りもなしか、やることなさそう。馬力打ってもよかったけど、まあ、眠りもな打たれる可能性もあるから、ブリザードランスがいいかなっていう考え。バナ守る、ちゃんと守るあるんか。守るなれどであれば、エレキ方向に馬力が、まあ、バックアドタクであったけど、川が残ってるのが強いんで、ね、ミンキュー川が残ってるから2回目のトイレが結構張りやすくて、そこがどう手がある。低いのかグラドン。飛ぶ感じで、言うて外に引きそうだけどな。グラドに取れ。ああ取んないか。え、なんかこうビーストブーストできたから多分、助けじゃなければビーストブースト
よし、いいぞ。で、これ次、楕円同士で、俺の方が S 勝ってるから、相手の楕円の上から猫魂打ってるんよね。なので、まあ、岩なだれができなかった、ひるまなければ、2回目のトリルが晴れるぞ。それはアザスだな。これ、グラードンに打ちたいな。ひるみが嫌だから。あ、そっち引くんか。影響方向が正解だった。いや、うまいな、それは。さすがに守ってるか。アバドラックスはもうバックアウトめっちゃ高すぎるから回したくて、まあ、ミニッキ切っていいか。いや、ミニッキの方が残した方がいい。普通に楕円がいらないか。楕円が一番切っても大丈夫だな。エリキだったかな。エリキだったかもしれん。フチャーダンス落ちるかこれ。さっき結構入った、4割弱ぐらい入った気がするから。 OK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  落ちるのではないでしょうか。確かこれ以上入ったよね、さっき。フェドラーはまあどっちだろう、こっちにストック打っとく。オッケーオッケー。これはグラドンが飛ぶから勝ったっしょ、これ。強い。爪はどうすればいいですか。トリルあと何ターンだっけ、全く覚えてないけど2ターンぐらいじゃない残り。ガインは残した方がいい。そんないらないか。そんなにいらない、いらないかも。まだプラ1だからで、途中2ターン。ミニッキリヒを残してればいいから、このままでいいか。外に猫来ても大丈夫だから守るでいいね。挑発、OK、捨て台詞読みかな。
ケーオッケーオッケーオッケー。これ引きでいいな、引き。引き引き、ウィザードランス。初手で今回ミンキの皮剥がれなかったのがでかいね。外縁削られちゃったけど、次のミンキが皮剥がれてないことでバンバン2回目のトリル狙っていけたから、そこは結構立ち回りやすかった。よし、はい、勝ち。よっしゃー、やったぜ。あったー、白バド。めっちゃ迷走して結局白バドに行ったんだけど、こいつが一番数値やべえなと思ってる。種族値で決めたね、何使うか。あー、よかった。でパーティーはマクロハさんのなんかいつだっけ、シリーズなんだか忘れたけど、8ぐらいのシリーズ8ぐらいのあれをダイマックス9バージョンで組みました。ウルガモスがまあ結構今のルール強いかなと思ったから、ウルガモスをまあ結構ザシアン対策とかに突っ込んだ感じかなですね。ってことで無事勝ったので、あれですね、日本勝ちですね、これで。やった、5-1。これ多分5-1になって、8人勝負なんですよね。8人勝負で、これで5-1になったんで、日本勝ちです。やった。まあ、まずは初戦勝ちということで、幸先いいですね。